はい、こんにちは。整体院浅井院長の浅井です。今日はですね、いろいろ自分のことについて話していこうかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、ちょっとリラックスした感じで、ちょっとあぐらも書かせていただいて、話すこともですね、その都度思ったことをですね、どんどん話していこうかなと思ってますので、まず私のことについてですね、お話ししたいと思います。あまり聞きたくない方もいるかもしれないですが、勝手も時間に。話したいと、ですね、まずは私は浅井義明と言います。私は1978年生まれの、12月3日生まれです。大型です。それで、生まれも育ちも愛知県岡崎市出身で育ちました。睦那保育園に行ってですね、睦那小学校へ行きまして、流海中学校へ行って、あと城西高校へ行って、あとアメリカへ留学もしたりとかですね。それでタイへ2年間また、マッサージの、ですね、修行へ行ったりとかしていました。はい、で部活動とかはですね、小さい時に剣道をやったり、習い事、結構習い事ですね。水泳やって、剣道をやって、それからソロワン、習字、それからソフトボール、水泳、ソフトボールですね、町内野球、あと野球部で、柔道、レスリング部やって、それから総合格闘技とかも最近はちょっとやったりして、あとは、バスケも遊びでちょっと大好き、遊びでやるのが好きですね。サッカーも、汗で描くのが好きですし、あと趣味としてはですね、岩盤浴へ行ったり、サウナへ行ったり、お風呂大好きなのでよく行きます。はい、そんな感じですね。今独身なんですけども、彼女や、婚活中なので、何か女性の方で興味ある方はご連絡お待ちしております。それとですね、